はい、皆さんこんにちは、落語家の笑福亭露光でございます、今日はですね、落語と、数学のね、コラボレーションということでね、前回もやらせていただいてるんですけれども、今回はですね、ますます使えますという、題でございましてね、今日はまあ古典落語をね、まず一席弾いていただきまして、その後に、数学のね、ちょっとこう頭を使ったね、こういうちょっと問題が出てきますんで、それを皆さんでね、楽しんでいただけたらいいかなと思います。まあ、あの、落語をね、久しぶりに聞いていただくことになりますんでね、だいたい覚えてますかね、この落語をね、一人でこう喋るんですね。右を向いたり、左を向いたりしてこう喋ると、どんどんこう進めていくんですね。で、まあ、あの、短い小話がありましてね、まあ、この間もやってるかもわかりませんけれども、鳩がなんか落としていったなぁ、ふーん、とかね、隣の空き地に囲いができたね、へぇ、お母ちゃんパンツ破れた、またか、あなたはキリスト教ですか、イエス、あなたイスラム教ですか、あら、あなた仏教ですか、ほっとけ、とかね、こういうのがいろいろあるんですね。ガチョウがね、アルバイトしてるんですね。あ、ガチョウがアルバイトしてる、どこで、ガチョリンスタンド、しょうもない話がございますけどもね。まあ、落語をね、聞いていただきます。落語の登場人物はね、もう大体ね、もうよく言う、我々同様と申しますかね、もうアホなんですね。まあ、これはね、アホと言いましてもね、悪口では決してございません。落語に出てくるね、アホというのはもう我々も愛情もって言ってますんでね、もう愛すべきアホなんですね。アホがね、二人出てくる話がございましてね、兄弟の話なんですけどもね、お兄ちゃん、あのな、来年のな、あの、4月とな、あの、来年のな、あの、9月な、あの、どっち先来るかな。何？あの、来年のな、4月とな、来年の9月な、どっち先来るかな。お前、アホちゃうか、ほんまに。来年の4月と来年の9月やろ？そんなもんお前、来年なのはわかるかい。これはアホが2人出てきたんですね。アホが3人、アホの男がですね、家の2階のベランダ、物置ちでね、竿だけ、洗濯の竿だけを持ってね、上を向いて振り上げてるんですね。やあやあやあ、おい、何してんねん。え、何してんねん。ああ、お兄ちゃん、あのな、こう、お坊さん出てるやろ、これでな、あの、お坊さんな、これで落としたろ、思て。お前、アホやな、ほんまに。そんなもん届くわけないやろ、お前。屋根上がれ、屋根。これ聞いてました、お父さんがね。はぁ、やっぱり兄貴は賢いな、言うてね。これでアホが3人揃うわけでございますけれども。今日はですね、寄り合い酒という話でして。まあ、これはね、あの、まあ、お酒の出てくる話なんですね。だから皆さんまだね、お酒は飲めませんから、ね、わからないこともあるかもしれませんけれども、私もね、お酒が過ぎてね、よく飲みに行ったりするんですけれども、まあ、大人になりましてね、お酒飲みの人はね、もうちょっとでもね、時間があったらね、飲みたいな、でもね、で、お金がなくても、何とかで飲みたいな、と考えるわけですけれども、今日はそういうね、人間が、まあ、7、8人集まってね、まあ、大騒ぎする話でございますけれども、じゃあ、今日は、これだけの人間が集まるっちゅうのはもうめったにないことじゃないな。久しぶりにな、いっぱい飲もうと思うんやから、でや、飲もう、ジャンボでも飲もう。お前、その話になったら喉が鳴ってんな。どちらどうや、賛成です。偉そうに言いやがったな。次は、自然。え？自然。何や、その自然。いや、この男がな、賛成言うたさいな。もう一斉張り込んで自然。そんな張り込むやつがあるぜ。あ、こちらどうや、同意です。え、おさませぎつかんな。次は、同じく。態度いいねえな。そっちは、ちょぼ。何やの、ちょぼしの。え、お前相撲の番付知らんか、同じくの次はな、ちょぼとしたあるで。お前な、相撲の番付としてするやつがあるかいな。まあ間違いな。飲む話になると、話まとまんのが早いもんや。けど、まあ見てもうたらわかる通りな。今日は我か俺かの友達同士や。な、こんなのもんでな、今日の払い、支払いは俺が済ますね。一人もおらん。まあ、そこでな、一つ、持ち寄り散財で行こうと思うんだけど
な。いや、まあ、売りであるしなもんな。何でもかめへんねん。な、一品でも二品でもな、とみんなでもって集まってな。それでこう、いっぱいやろうと思うんだけどもな。あ、ほら、ちょっと待って、行ってくるわ。死の早いんやっちゃうな。わしが、もう一度三度で行こうかな。ビャーっと、走ってきよったから。みんなもな、遅れんように持ってきてや。えらい音なりまして、こんな大きな鯛が一枚や。ほら、また立派な大きな鯛やな。高かったやろ。まあ、高かったやろな。高かったやろな。って、まあ、それ買うてきたの違うのかい？ちょっとこれ、わけ言わなわからねえけどな。じゃあ、外口帰りしなりな、どこぞの魚屋がな、表に荷をしな、よそのうちに注文聞きに入ってんやがな。で、その荷の中からな、鯛の尾っぽがな、一本シューッと出たわけ。どこの赤いには知らんけどな、出てくるな、その鯛の尾っぽやと加えてな、東の方へビューッとこう、走っていくよって。うん。で、わ、それ見るなりな、履いてた下駄脱いでな、犬の後ビューッとこう、追いかけたで。だ、道なら二三丁ほど行った自分に犬に追いついたな。で、あたりこう見回したらな、誰もいてへんさかいな。持ってた下駄幸いにな、その犬のドタマ目がけてな、ベーンと下駄ぶつけたったらな、またその犬がついなやっちゃ、クワーンとてな、犬が話しよってな、まあ犬の食わんたい犬で食おうか。何をすんねんお前と、そう犬の上前かいとね、ほんまに悪いやっちゃな、ほんまにもう。おーい、こんな大きなカツオ節が日本や。また立派な大きなカツオ節やな。高かったやろ。さあ、高かったやろな。おい、またあんな出てきたぜ、おい。高かったやろな、と買うてきたのと違うのかい。いや、これ、負け言うのはわからんねんけどな。いや、カツオ節のボンボンな。普段からお前、日本懐いてねんがな。今、見ておたらな。おっちゃん、遊びまよってこんな言うとんな。桃遊びまよ。今日は何して遊びまよ。鬼ごとして遊びまよか。な、おっちゃんな、鬼になったけど、まさかい、ボンボン逃げなはれ。そのか言うときまって。鬼にはな、太い角が2本いりますさかい。僕もなんか家帰ってな、カツオ節の大きいの2本持ってきなはれ。いらっしゃ、行ってくるわー言うてな、これ2本持ってきよって。で、早速な、手ぬぐいでな、かつお節を2本、こう頭にこうくぐりつけてな、ボンボン、カモカー言うとったら、おっちゃん、怖い言うとって、ボンボン、カモカーおっちゃん、怖い。ボンボン、カモカーおっちゃん、怖い。ボンボン、カモカーおっちゃん、怖い。これこのペカワイといてな、最後に大きな目向いて大きな声でな、ボンボンカモカーうっちゃん怖い言うて泣きながらな、飛んでうちらよってな。まあ、その時にカツオ節に懐に入れて持って帰ってきてけどな。みんなでカモか。何をすんねん、ほんまに。悪いやっちゃな、こいつ。聞いたか、こいつ。子供を脅かしてな、商売のカツオ節持って帰ってきやがったら、どんならんな、ほんまにもう。おーいこんな大きな棒だらが一本や。ほら、また立派な大きな棒だらやな。なんぼやって。なんぼやって。タラです。タラです。いや、品物のタラ分かったんね。値段は何倍だと聞いてんねん。いや、そやさかいな。まあ、品物もタラでな、値段もタラや。お前、ややこしな、お前も。どないてん。いや、ちょっと、わけがわからんねんけどな。いや、あれ、乾物屋の前通ったんやがな。向こうのおやつさんな、店の奥でうつぶいてな、一生懸命新聞読んでんねん。ひょっとか見たらな、もうこんな大きい桶の中にな、棒だらけおさんつけてあんねやがんな。で、その中からな、一番大きそうなやつをな、大家さんにわからないように早幕でな、右の中でぷいと片けたって。で、こっちの手でもうちょっと小さな子を持ってな、おい、大家さん、この棒だら一本なんぼやいなーって言うたらな、ああ、お客さん、その棒だら一本320円でおます。こんな小さい棒だら一本320円もすんの。大体な、大家さんとこ何でも高すぎるわ。もうちょっと勉強せないかんで、わい、今な、向こうの交通市場で、こんな大きい棒立てと280円で買うてきたんや。なんぼかまからんか。まからん。まからんどんどんしゃあないな。邪魔くったけどな。おめ向こうで買うてくるわ。言うてな。震災を返してな。大きいを叩けてきたんや。何をすんねんの、お前は。悪いやつだけど、棒だら叩けてきやがった。どんなあんな、ほんまにもう。おーい。数の子が言語上がりや。ほら、また数の子みたいな高いもん。ゴンはお前も踊られたんや。いやー、この男がな、棒だら肩開けてる間にひょっと横見たら、お前、数の子がな、山のように積んであんねや。で、持ってた風呂敷を幸いにな、
その横をバーッとこう広げてな、おやさんすまんけどな、ちょっと小豆一生ほど測ってんかー、って言ったらな、向こうのおやさんがな、はぁ、お客さん、あんただいぶと慌てもんだんだ、うちは乾物屋だっせ、小豆やったらな、隣の雑穀屋稲の違いまっか、見て間違うたれますって言うてんねん。はぁ、すまん、すまん、おやさんの言うとおり、わしだいぶと慌てもんで見て間違うてるわ。この入れ屋さんまだ何度でその高い人なりな、うろしよな、ぐーっと掴んだら、おい、たぶんの故郷さんついてきて、ついてけえ、ついてけえ、お前も。風呂仕事、かんのこ掴んできやがった。どんなんなん、お前も。おーい、誰のま、手空いてるもん、二三人手通せえな。二三人また偉い故郷持ってきよってんな。何持ってきたんや？いや、あの、根深、ネギがな、第八車に山盛りいっぱいや。なんかそんな行事の寝坊がどないしたんや。いや、あの、八百屋の前通ったらな、八百屋の前に追っとった。そう置いてんねん、そらお前。売ってんねやないか、お前、そら。盗んできやがったで悪いやつ。あんまり二三番号で今とかで帰ってこい。あ、もしもし、あの、この味噌の包みが一つです。あ、味噌でっか、はいはい、大きな上がりさん。あ、もしもし、お隣がてやらずまいな。あの、この酒のええのんがな、一応と狭かったんで、ちょっと閉じておくなあれ。下げでっか、えらいすんまいな。いやいや、下げやわな、わしが何度かちょっと持ててんけどもな。まあ、あれはあれ、多い方がええやろ。その、下げじゃどこにあんねん。え？なに？わしの目の前に置いてある？ちょっと待ってよ、お前。お前、金だらい？これ下げ入ってんの、これ。ちょっと待ってよ、お前。いや、普通な、お前。え、下げてないもんはな、一生どっくりが、お前、そんなもん買いに行くまで、お前ぐらいだな、金だらい下げ買うてくるてな。いや、見事は分からんねんけどな。で、うち帰ってな、何度持って行かないかんなとか、家の中こう、ちょっと見とって何にもないんやな。でな、あの、縁の下をこう覗いたらな、石を解くの古いの方さかいな、これ綺麗にこう水であろうってな。で、あのな、金筋でな、特にそこをな、コンコンのとこ抜いといたって。で、それをな、あの、金だらいの中入れてな、あの、横町にな、近くの親さんがやってる酒屋があるやろ、そこへ持ってってな、親さんすまんけどな、ちょっとこう早まくでな、ちょっと酒一生ほど測ってんかーって言うたらな、もうこの親父がまたな、ズボラしよってな、体のことを受け取りよったんや。でな、その、樽の中でな、樽の飲み口な、その、つけよってな、どっ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 酒測ってんねんから。うん、で、その親さんがな、もし、いやな、近頃な、他の店は、ほんまに、うちはあんな商売しまへんで、うちはな、あんなもういちいち測りまへん。こんなもんな、一生どっくりな、一生しか入りまへんがな、言うて、どっどっどっ酒測ってんねんがね。でな、あ、ぼじぼじ一生ほど入ったかなと思う自分にな、親さんに分からんように横手からな、このとこにちょっと持ち上げたって。ほら、そこ抜けてあるやろ。あ、この酒がな、金だらいえ、金だらいえ、とこ流れるやろ。でな、あ、ぼじぼじ、二三五入ったかな、一生二三五入ったかなと思う自分にな、やっぱりさすが商売人やな。はぁ、兄、兄は知りまへんけど、このとこに、えらい行さん入りまんな、ちょっと高いな。これバレたらいかんと思ったんでな。あ、親さん。そうなんだけどな、まあ、ちょっと今からちょっと一件用事があるさかいな、また後でまたこのとこにと連行したかい、ちょっと預かっといて、また金は後で払うさかいって預けたやつな、酒の入った金金を持って帰ってきて、えらいやっちゃってこいつ、ええー、お前にとっくり上堀してな、酒ただ持って帰ってきて、どんなんなお前もね、まあ、間違いしな、まあ、これだけやったらまあ何だか飲みますしやろ、言うときますぜ、今日はこの通り男でばっかりでな、女子でがおまへんやろ、だからみんなで手分けして料理してもらわなきゃいけない、そならね、あんたはね、才能料理をしてくれるのか。あんたはね、カツオ節書いて出しとったもんな。カツオの出しよな。あんたは棒皿や。カズノコネブか。みんな分かってまんな。あんじょ、頼ませ。あ、もし、あの、このな、才能料理がこれどないしたいね。あ、それな、あの、井戸端へ持ってて料理してくれるか。三万におろしてほしいね。うん。肩身入り付け、肩身作り。骨はこなして汁にするだけな。三万におろしてほしい。あ、それは言うときません。その料理する前にな、鯛の鱗な。よう拭いといておくなれや。なんですいや、その、鯛の鱗ね、よ、拭いといておくな、あれやるでまんね。ああ。やっぱりこの、雑巾か布巾で、違いまんが。鱗を、ね、起こしてるでまんね。ああ。鱗寝てますか？それ何を言うてんのか。違うから、背に持ってる出刃包丁でな、鱗をこう、取ってくれ言うてんねや。ああ、これ出刃包丁でね、ああ、なんでもない。簡単なことやな、これな。この出刃包丁でな、このな、鯛の鱗取ったやでな。ベリバリボリバリ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 ベ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 リバリ
はい。向こう行き。向こう行きって言うてんねん。いや、グーでも、向こう行けって言うてんねん。おーい。ちょ、だんだんこっち来てえな。どないしたんや。いや、あの、今、タイの料理してたらな、なんか、犬が横手来てな、グーって言うてんねんから。そんなもん、おわんかいな。いや、おうてんねんけどな、これ向こう行きよらへんねん。おーい。お前、このタイはお前、こいつのと違うのか？知らんがな、そんなもん。お前、取るだけ取り返しな。はい、おわんかいな。いや、おうのこと向こう行きよらへんがな。ボンド食らわせ、もう。ボンド食らわせ。え？いや、ボンド食らわせなんかい。え？どこ食らわそう？どこでもかめへんがな。どこでも？そうか、なんか、おやったや。お食らわせたのかもな。よいしょ。そら食らえ。ベリバリボリバリ、ベリバリボリバリ、ベリバリボリバリ。ベリバリボリ、シャイシャイシャイ、向こう行き。向こう行け、言うてん。おーい、まだグー言うてるで。食らわしたんかい。あの、お食らわした。おーみたいなもん答えるかい。どだか食らわさんかい。どだか食らわせかめへんか。食べへんならボンド食らわさんかい。おか。お前がそない言うんやったらな。よいしょ。よし。そらくらい。へぇ。ベリバリボリバリ、ベリバリボリバリ、ベリバリボリバリ。ベリバリ、やりたいたいもういい。もうこれ聞いてる。おーいまだこいつグー言うてるで。答えんガキやな、お前よ。どうしたならな。もうどうも二つ三つ。どうもどうなったらいい。あれ、どうなっても知らんで、これ、ほんま。よいしょ。よいしょ。よいしょ。そらくらい。そーら、な、うまいか？な、おーい、あの犬の向こういたで、あそうか、おならちょっと早いと態度量にかかって、え、まずタイそっちあるか？え、何言うてんねんお前、最前のタイそっち持ってったやろ？ああ、あのタイな。やるたいな。まあ、わいがこう、タイの料理してたら、犬が横手来て、グー言うてくって言ったら、まあ、ちょっとボンと食らわせ、言ってな。で、どこ食らわすのどこでもかめへん、ってな。で、こう食らわしてな。ふたま食らわして、どうさつみつもボンともう食らわしたら、もう、何にもない。もう、しまい。万歳。な、何が万歳や、お前。お前、タイ一枚、犬にやったん？何を。いや、ほんなら違うから、お前。どっちって食べ出すのどっち。ほんまにもったいないことしやがって、ほんまにも。あ、もしもし、もし、あんた、いや、あんたねんからな、あんたね、最善格ないの一生懸命完璧あおいでくれてますけど、それまだひいこりまへんか根からいこりまへんな。根からいこりまへんな。なんだそれ、空消しも水も、量産入れてまんねやろな。それは言われた通りね、これ空消しも水も、量産入れてまんねんけどね。なんでそれでいこりまへんや。なんでできたのね。なんでできちゃうねって。あんたそれ状態ないと思うけどね。あんたそれ火の種入ってまんやろな。いやいや、またそんな入れてまんやけどね。あんたアホか。火の種入れとどないしてやりこりまんねんな。ほんま情けないよ。ほんまにもう。だってあんたもあんたやで。横でぼーっと見てみやったらな。なんとか言うてやったらどない入れんねんな。あないで。この男が火の種も入れんと一生懸命完璧あおりくなりましたろ。どんな一滴の種も入れんと火がいこんのんかいらと思ってもう大変からもう楽しみで。何が楽しみや、お前も。楽しんでるとかあるかどんなのお前も。いやな。だから、台所の方からな、なんじゃ妙な匂いがプーンとして臭いねんけど、どないだんや。え？何？数の子炊いてる？いや、数の子炊いてどないすんねん、お前。え？何？なんぼ炊いても、やらこなら当たり前やから、お前。数の子は塩で揉むねんがな。いや、ネギ塩で揉んでますね。いや、ネギは細かく刻むね。あ、棒だら刻んだ。やることみんな使わないやないか、お前ら、とんならん。でも、わからな、単純にはわからなんだから。ほんまにも、ほんならあんまりも。このうち、もし、あんたね、あの、最近言ってたあの、カツオ節の出汁ね。あれ、どうなるカツオの出汁は。あれね。あれも2本ともガリガリと書いてね。2本ともあんたあんな大きかすし、2本かけなかったん？餃子おまじゃやろ？もうそら餃子おまじゃ高いね。あんな小さい鍋ではいけないことなんでね。こんな大きい鍋借りてきてね。もうグラグラーと煮やしてね。今ちょっとできたとこ。
さよか。いや、万座の志村博士、お前に思ってますわ。そうです、まあ、けどね。そう、できたカツの出汁、こっちもできてくれるか。戻ります。持ってきますなんて、ようなもんね、これ、見とくんなね、これ。もうカツの出汁がね、あたもこう、ザルに山盛りいっぱいや。いやいや、カツの出汁持ってきてくれるか。戻るカツの出汁ね。ここ、ザルにこれ、山盛りいっぱい。いやいや、そらんとこ、出汁があれ。あ、そのほかしまんね。いや、それちゃいだね。汁が思わせたよ、汁が。ああ。あの湯いるか湯なんだあれがだし、あれを使いまんねんがな。あ、さよか。まあ、知らんまいさかいね。いや、あんな湯を吠えた湯、ほかすもったいないか言うてまいったんやで。奥さんがね、2、3日前からちょっと G が出てね、ちょっとおいどぬくめさせてくれ。で、最前までこう G、おいどぬくめてなかったん。で、またほかすもったいないか言うてたら、おっさんがね、ふんどしが汚れたからつけさせてくれってね。今ちょうどふんどしつけたとこやから。何をふんねん、お前ら。カツオの出汁でふんどし洗濯するとかぐらい。いや、あれが出汁、あれも使いまんねんがな。さよか、知らんのやさかいね。いや、まこと入れたらね、またつけたとこやさかいに、まあ、ちょっとこう絞り上げて、じゃあ、あかんあかん、お前、使いますかいな、そんなもん。とか、大騒ぎしておりますけれども、一方、先ほどの、酒屋さんですね。こう、とっくりをね、預けていきましたんで、イストリニックのこと待ちわびておりますが、あー、それにしてもなぁ、最前のお客さん、このとっくり全然取り切れへんがな、あ、このとっくりそこ預けてるやないかい、もうないんや、これは。すいません。はいはい、いらっしゃい。これに、3号を立ってもらえますかね。あ、これにね、3号でカレー、どうしようか、そんなとこなのや。このまま続いてよろしいねんな。このまま、お前、6号も入んねや。なぁ。3号なんて、ケチ臭いこと言わんと、6号こうてくれたらええかい。で、そんなもんよろしいか。なんか、少ないですか？どれか、そんなとこなのや。そんなもんでよろしいか。半分いってますかね。はい、これでよろしいわな。なんもこれ持って帰っておくな、お前も。はい、ありがとう。お気に。あれは絶対さっきのサイン号より多かったね。なんか奮起してる気がしてしゃあないな、お前も。あ、またお客さん来たな。いらっしゃい。何？あんたも何？このマスに？サンゴ入れてくれて。なるか？さっきの客とグルやな。グルって何のことですか？私さっきそこで姉さんとすれ違ったら、このマス持って酒屋さん行って、サンゴの酒買うたら、ぎょうさん入れてくれるって聞いてきたんですけど。わ、やっぱり騙されてんのな。ほんまにもう。大体な、こんなな、6号も入るマスでな、3号の酒なんて、測れるわけなかったんや。いや、そんなことありませんで、ね。この6号マスで、ちゃんと1号から6号まで測れますよ。うん、わかんな。大体だあかんで、大体やったらね。ちゃんとね、正確にやで。ならね、最初に酒だるから、マスにいっぱい酒入れるからね。それをあんた、1号でも2号でも、言う通りに、測り分けることできまんのか？わかりました。やってみようか。まずこれ、6号の酒は測れますか？当たり前やな。あんたバカにさ、始まへんじゃん、そんなもん。6号入んねんか、6号測れまんがな、そんなもん。まあ、まあ、そうですわな、ね。この酒に、この、よいしょ。このマスに酒をいっぱい。はい。入れました。これで、6号ですわな。そうですわな。はい。で、こんな風にね、このマスみたいにね、どの面も全部長方形の格好してる、ね、こういう図形のことを直方体言いまんねん。で、この直方体の体積っていうのはね、縦かける横かける高さで計算できます。で、じゃこれ、また次ね、これ3号を測れますか？これはまあね、これはもう大体半分くらいにしたら3号ちゃいまんのか。開けまへんわ。スプレーでは全然正確やりまへんわ。どんなにしまんの？こないするんですわ。これを、傾けて、酒樽に酒を返していって、はい、これで3号です。これ、三角形の、ね、柱みたいな格好してましたよ。はい。これね、だから三角形、三角柱って言うんですが、ね、この三角柱の体積っていうのが今度は、底面積かける
高さで計算できます。で、この底面積っていうのがね、三角形の面積のことですからね、底辺×高さ。これでね、割る2で計算できて。で、先ほどの、マスは直方体、あれはね、長方形の柱って考えますからね、三角柱と同じように底面積×高さで計算できて、その底面積、長方形の面積っていうのが底辺×高さ。これで計算できる。そうすると三角形は長方形のちょうど半分でしょ。ですからこれ体積もね、ちょうどあの半分の3分になったってわけです。まあ確かに、まあ半分っぽくは見えますけどね、ほんまに半分になってますか、うん、ほな、測ってみましょうか。ね、私ちょっとね、ここにあの、1号から5号まで、ね、メモリがついたマス持ってますんで、ね、ちょっとこれで、はい、測ってみると、ほら、ぴったり3号ですね。はぁ、あ。うまい。まとまっとるね。はい。うん。で、次は次は、ほな、この1号いきますか。1号は今度はね、この先を、マスをさらに傾けて、マスを逆だるに返していきましたよ。なるほど。はい。これで1号の出来上がりです。いや。それはないわ。これは1号よりもっと多いと思うな。ほな、測ってみましょうか。これをまたメモリのついた方のマスに入れて、どないでしょう。あ、お前ちょうど1号なってるかな、これ。不思議なことがあるもんね。もっと行さんあるように見えてるけどな。でしょ。でこれね、さっきの三角柱と一緒で、そこは三角形なんですが、ね、柱やのって先が切りみたいにとんがってましたよ。ですからね、これ三角錐っていうんですわ。でこの三角柱の、三角錐の体積っていうのがね、これが底面積が同じやったら三角柱の3分の1になるんです。うん、で、これっていうのはね、高校の数学の授業で習う積分法っていう計算法がありましてね、この積分法を使って計算できるんですよ。説明できるんですね。で、これはまだ話せばね、長くなるんですけどもね、この積分法っていうのがね、ライプニッツ偉い数学者さんとね、それからまたね、もう一人、ニュートン中。これまたね、偉い数学者なんか長年研究をしてですね。いや、まあ、そんなね、ニュートンか、牛乳か、乳牛か知らんけど、その話はもうよろしいね。そのね、要するに先がとんがったら、体積は3分の1になるから、1号も測れると。で、次は。このニュートンの話がもろいのに、もう、まあ、まあ、次言うてはりますから。まあ、じゃあ次、午後測ってみますか。はい、午後行こう。バッチな人やなぁ。これね、今と反対のことをしたらいいんですわ。つまりね、逆だるに先を戻す代わりに、キャップのとっくりに入れる。うん。な、ここにある、この、底の抜けたとっくりでな。底抜けとったら決まへんわ。ちゃんとしたら底に、それ使えやん。そうするとね、まず、マスにいっぱいまた先を入れます。うん。これで6号入りました。はい。で、このうち、このね、客のとっくり、これ底抜けてるから開けません、ね。なので、このちょっと、目盛りがついた、マスの方にですね、まず、半分。はい、半分入れます。うん、で、次にさらにもう一回傾けて、で、マスの方に、さっきの1号がちょうど残るように、客のとっくりに入れると、よいしょ。はい、これで5号の出来上がりだ。はい、なるほどな。はじめに6号あって、今は1号残ってるから、5号がこっちに移ったという案外。まあ、なるほどな。よう出来とるわ。ほんならね、2号は測りますか ?2 号。2号ですか、うん、?2 号はちょっとややこしいですよ。これね、まずいっぱい酒が入ったマスを用意して、マスにいっぱい入れますね。はい、で、このうち、ね、酒だるに3号を戻す。
半分。半分ですな。うん、これで、マスの方には半分の3号残ってましたよ。うん、で次に今度は、この、客の、とっくりの方。まあ、これ底抜けてるぐらいですからね。うん、もう今度はもう捨ててながら、ね。で、この客のとっくりの方に、マスに1号まで残るまで、先を入れますわな。そうすると、これで2号の出来上がりだ。なるほど。なるほどな。酒が3号残ってたマスから1号だけ残るまで酒を入れたから、2号がちゃんと客に移ってるな。でしょ、ね、ほな、今度はね、酒屋さんが4号を測ってみてください。え？自分でやんのこれ。酒屋さんでしたよ。ちょっと待ってや。4号は9個とはやな。ここに、まず。じゃあ、あとな。全部入れてしまうわけやな。酒屋さんの行きつけ早いでな。で、これを、3と1にしたいというかな。2と2やろうって、3と1にしたい。あ、その通りですか。こうやな。お、半分にして、お、3がありましたな。これを、また、高台に返すんですわ。三角形の、この6号マスを使って1号から6号まで全部測ることができましたよ。ほんまでな。まさやけどな、あいはもうメモリのついたこのマス使わせてもらうわ。そんな言ってしもったから話が今まで話してぼやけてんがな。チャンチャン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ミニコントみたいな感じでやらせていただきました。でもこれね、実際に酒屋さんが使ってた方法なんです。はいはい、昔の酒屋さんはね、こういうマスをうまーくこう傾けて、で、いろいろこうね。これは、本当に、実際に酒屋さんが。そう、実際に昔の酒屋さんがやってた方法。酒屋さんの知恵ですね。昔の人は賢いんですね。ねえ、もう、いろんな。メモリがなくてもちゃんと測れる方法を。大田さんとかね、酒屋さんってのも本当にそういういろんなもう知識を持ってはって、うん、それがもう本当に今の数学の知識にピタッとこうね、ね、マッチしてるというか、それをちゃんと使ってね、いろんなこう生活の知恵を膨らませていたんですね。うん、今考えるもんですね。そうですね。僕はだから数学が、その生活に役立つっていう実感が今までなかったんですよね。はい、でこういうふうに言われると、これ、あ、数学ってこういうところで使えるんだなっていうのがね、うん、思いますんで。ですね。うん、あんまりね、ちょっと教科書見てるとね、全然こう人間っぽさがないんですよね。そうですね。うん、実際にこう使ったりとか、はい、あとね、今日ちょっと時間がのってなんできませんでしたけども、ニュートンとライプニッツ。はいはい。それをね、偉人、偉い人みたいにこう言われてますけど、ね、もう大喧嘩をしてね、はい、偉い喧嘩をして、ね、ドロドロしたの人間臭い喧嘩をしてる、その辺の話がおもろいんですけど、はい、これ、また聞きたいです、ね。まあ、ニュートンの話はまたね、ぜひ、そうですね。はい。させていただきたいなと思います。はい。
ってなことで。で、そろそろ時間もよろしいようですね。はい。はい。というわけでね、今日は、私、小田島と、はい、小福亭、どこでございます。はい。それから、はい。今、はい、チャリドキモハウスのプロジェクター、ほかの子でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。